韓国文在寅大統領が私利滅裂にジーソミア破棄で昨日韓国の文在寅大統領が MBC テレビの国民との対話に出演しジーソミア破棄について次のような発言をしてしまいましたジーソミアが終了する事態を回避できるなら最後の瞬間まで努力する日本は韓国を安全保障上信頼できないとしながら軍事情報は 共有しようというのは矛盾した態度ではないか。日本は韓国の防波堤の役割により安保を維持している。国内総生産 GDP に占める韓国の国防費の割合は2.5%に近い一方、日本は1%にならないのは日本の安保に貢献しているということだ。日本が g ソミア終了を望まないのであれば、 輸出規制の措置とともに解決できるようにしていかなければならない。最大限、日本との安保上で協力したい。g ーソミアが終了しても、日本と安保上の協力はしていくと、なっておりまして、もう死理滅裂で何を言いたいのかよくわからないレベルになってしまっておりますが、g ーソミアを破棄するかしないか、 日本と協力するかしないかは韓国政府が決めることであり日本は一切関係ございませんそもそも韓国政府は朝鮮戦争において今も日本が後方支援基地として機能していることを理解していないんでしょうか日本政府は以前国会で 在日米軍が朝鮮半島有事で主導する場合は、日本政府の許可が必要であると説明しております。ジソミ m や破棄によって、日本との安保協力関係が崩壊した場合、朝鮮半島有事、韓国の 防衛に対して非常に大きな悪影響が出てしまう可能性がございます。そもそも今も続いている朝鮮戦争、戦争が再開された場合、ジーソミや破棄によって情報共有に時間がかかり、在韓米軍などの韓国防衛作戦が効率的に展開できず、被害が 拡大すする恐れもございますこのジーソミア破棄によって被害を受けるのは韓国政府のみであり、韓国政府のジーソミア破棄決定によって、韓国人が危険にさらされてしまっております。この今も続いている朝鮮戦争において、 アメリカと韓国がどれほどの被害を被ったのか、韓国政府は忘れてしまったんでしょうか。このジーソミアの破棄、損をするのは韓国政府だけであり、さらにですね、ジーソミア破棄によって、日米韓の安保協力体制が、 安全保障の協力体制が崩壊することになりますので、それは明らかに日本とアメリカに対する敵対行為にもなってしまいます。そういった敵対行為に便乗して、中国やロシア、北朝鮮が動いた場合、韓国政府はどうするつもりなんでしょうか。本当にこのソミア破棄は、 韓国政府にとって、韓国にとって、何らメリットがない決定でございますので、ぜひとも韓国政府には、GSOMIA の破棄を、破棄決定を撤回していただくように、お願いいたします。以上になります。ご清聴いただき、ありがとうございました。